騒がしい人混みとスーパーの行列でいっぱいの都会で生活するのはうんざりですか？人里離れた場所を見つけて自分の考えと向き合いたいと思いますか？地球の人口はすでに75億人ですので、すみませんがうまくいきません。チベットの山やアマゾンのジャングルでさえ誰かが住んでいます。皆さんこんにちは。ですからどこにいても日曜大工に取り掛かるのが大好きな創造しいお隣さんが待っています。地球から脱出してどこかの可愛らしくて居心地のいい小惑星に行きたいですね。例えば星の王子様はそういう星でとても快適に暮らしていました。長所は1日何回も日没を眺めることができることです。日没に合わせて椅子をずらしておけばいいだけ。短所はバオバブに注意する必要があるということです。そうしなければ小惑星はバオバブの根でズタズタに引き裂かれてしまうでしょう。まあ冗談はさておき、小惑星で暮らすのはどんな感じでしょうか？内向的な人の楽園のようでしょうか？あるいは恐ろしいスリラーを彷彿させるのでしょうか？ご覧いただいているのは、さまざまな疑問に喜んでお答えする場所、トップランキングです。ことわざにもある通り、物は試しですからね。至急シートベルトをお締めください。キャンプを張りに小惑星へ行きますよ。出発。どんな小惑星があるのでしょうか？実際私たちはどこに向かっているのでしょうか？行き先を決めましょう。小惑星は太陽系の小さな天体で太陽の軌道を周回しています。小惑星は不規則な形をしていて大気が存在しませんが、衛星を持っている場合があります。さらに輪を持つ小惑星を少なくとも1個は知っていますね。土星さん、言いたいことはありますか？小惑星の大きさは30メートル以上でなければなりません。そうでなければそれは流星物質と呼ばれます。いえ、一軒分のスペースもありませんから、当然流星物質には関心はありませんね。もっと大きな小惑星にしましょう。ところで小惑星の大きさは最大でどのくらいでしょうか？つい最近まで太陽系最大の小惑星はケレスだと考えられていました。しかしケレスはほぼ球形ですので、小惑星の称号を剥奪されて準惑星に再分類され、ベスタが勝利の栄冠に輝きました。ベスタの直径は約 500km です。しかし太陽系には約 100m の小惑星がはるかにたくさんあります。まあいいでしょう、私たちの移住先にはちょうどいいですね。家を建てたり草地を造成したりする場所があるでしょうから。それではどこで小惑星を探したらいいのでしょうか？遠くまで行く必要はありません。火星の向こう側を覗いてみるだけで十分です。火星と木星の間にある小惑星帯には小惑星が非常に多く存在しています。70万から170万個の小惑星のほか、それよりも大きい直径 15km 以上の小惑星が1000個と、直径約 100km のとても大きい小惑星も200個くらい存在しています。要するにものすごくたくさんあります。多くの人は小惑星帯には数多くの小惑星が存在していて、わずかな隙間もないと思っているかもしれませんが、実際は小惑星がまばらに存在していますので、私たちの宇宙探索機は衝突を恐れることなく自由に飛行できます。また例えば地球からまだ十分に近いため、そばを通過する探査機が待望の休息の妨げになるなど、何らかの理由で小惑星帯が合わないと思った場合は、さらに先にあるカイパーベルトに向かうことができます。カイパーベルトは海王星の向こう側に位置するもう一つの小惑星集中地域で、ここにも小惑星が非常に多く存在しています。ただ小惑星帯の岩石や金属からなる小惑星と異なり、カイパーベルトの小惑星はアンモニア、メタン、凍結水で構成されています。どの小惑星がいいか選んでください。そのうちの一つに移住を開始しましょう。小惑星表面での影響。さて、私たちは気に入った小惑星に着陸しました。そしてすぐにかなり変な感じがし始めます。背骨は伸び、頭は軽いのに
足は反対に鉛を詰めたようです。当然のことです。私たちの小惑星の重力は大変弱いので、人間の身長と同じ高さでは、もう重力は半分しか働いていません。最初はこの感覚はとても心地よく感じるかもしれませんが、長くは続きません。すぐに重力不足の影響を感じ始めます。空間で自分の位置を把握し、バランスを保つのがいつもよりも難しくなります。さらに十分な量の酔い止め薬を用意しなければなりません。しかし気分が悪くてもトレーニングマシンでの毎日の運動からは免れません。なぜなら筋肉と心血管を良好な状態に保つ必要があるからです。トレーニングマシンが嫌だから代わりにジョギングをしたいですって。そんな考えは捨ててください。まず私たちの小惑星には短距離走用のスペースがそれほど多くありません。次に十分に加速した場合宇宙に飛び出してしまうかもしれません。思い出してください。地球を去るためにはロケットは秒速 11.2km まで加速する必要があります。そうすれば地球の引力を振り切ることができます。しかし小惑星の引力はずっと弱いので、はるかに遅いスピードで移動した場合でさえ物体は小惑星を離れるかもしれません。このため当然ジャンプには気をつける必要があります。そうでなければ最良の場合宇宙空間に飛び出す恐れがあります。また最悪の場合軌道に捉えられて両手を振りながら小惑星の周りをくるくる回ることになるでしょう。そういう見通しのせいで皆さんはすっかり落ち込んでしまったようですね。ちょっと一休みして何か美味しいものでも食べてください。ピクニックバスケットにはもちろんフリーズドライのステーキがたくさん入っていますが、そのうち食べ尽くしてしまいます。小惑星にとどまる予定であれば何を食べるのかについて考えなければなりません。それには NASA が開発した野菜栽培システムを利用できます。このシステムのおかげで ISS の宇宙飛行士はレタスやキャベツを収穫しています。つまり近いうちに皆さんのメニューは生野菜料理になるでしょう。休暇としてはあまり良くないですよね。その上小惑星には大気が存在しないことを忘れないでください。小惑星では宇宙服を着たまま休暇を過ごすことになりますが、宇宙服を着ていても致命的な宇宙線からは保護されません。また長期にわたる放射線被曝はがんの発生や中枢神経障害、心疾患の原因になります。要するに小惑星の可愛らしい家のことは忘れてください。安全と引き換えに地球上のお隣さんに我慢するしかありません。小惑星の基地プロジェクト。それにもかかわらず科学者たちは小惑星の植民地化を真剣に検討しています。小惑星は有益な資源の本物の宝庫だからです。例えば水や鉄鉱石のほか金、プラチナ、イリジウム、コバルトなどのレアメタルを採掘することができます。地球の鉱物資源が枯渇した時に小惑星がいくつか必要となるでしょう。でももし小惑星での滞在がそれほど危険であるならば、科学者たちはどうやって小惑星を採掘するのでしょうか。簡単です。宇宙飛行士たちは小惑星の表面ではなく内部に基地を作ります。小惑星の内部が宇宙船と流星人から保護してくれます。さらに小惑星内部では機械が離れて宇宙へ飛んでいく心配もありません。言うまでもなく小惑星にドリルで穴を開けるのは大きな問題です。地球で使われている掘削機械はどれも低重力では動きません。このため小惑星の内部を採掘するには遠心力が必要になります。つまり自転している小惑星が私たちの目標になります。移住候補地のもう一つの基準は構造と大きさです。掘掘中に粉々に砕けることのないように十分頑丈でなければなりません。さらに私たちが手を加えた後、小惑星が自転を停止したり宇宙空間での動きが遅くなったりしては困ります。要するに非常に慎重に行動する必要があります。でもそのことは言わなくても皆さんはきっとわかりましたね。それでは今日はここまでにしましょう。皆さんご覧いただきありがとうございました。
当然小惑星の植民地化が実現するまではまだ時間がかかります。20年あれば全てを詳しく検討し計画することができるに違いありません。その頃には多分もう火星に居住し月面基地を建設しているでしょう。それで課題はもっと簡単になるでしょう。皆さんはそのような当面の計画についてどう思いますか？私たちのチャンネルは賛成です。今後の行方を一緒に見守りましょう。それでは皆さん、また次回までお元気で。さようなら。